先日はですね、ネット狩りで、ピンククリスタルローズかを落札してね買ったんですけど、またまたね買ってしまいました。すごくこう安かったんですよね。送料は別なんですけど、これがね1個100円でした。全部で16個あるんやけど、あるはずです。ネットで買ったのがね、16個だったんで、これ植え付けしながらね、数の確認もしようかなと思いますけど、この品種がですね、ヒューミリス、こんな感じ。まあまだねこう徒長もしてない、こういったのがねちょっと少し危ないかなという感じやけど、まあ他のはまあいい感じですね。でこれが、夜に届いたもんですからね、今これまあ室内に撮ってるんですけど、早くね、植え付けしないと明日でいいやとかいう感じで置いとくとね、またこれがこう徒長したりするんで、外はちょっとね今雨降ってるんやけど、今から植え付けしようと思ってですね、急遽室内でね今からやっていこうかなと思うんですけど、室内でね土がこぼれるんで、こういうふうにねちょっとこう土がこぼれないように周りにこういう新聞紙を入れて、これね植え付けていこうかなというふうに思います。前回もそうやけど、前回があれかな、ボラ土だけで行ってたような気もするんですけどね、まあ、今回もそれに近いような感じでやろうかなと思います。ちょっと軽くね鉢底石はいらんやろうけども、ちょっと軽くちょっとあるんでちょっと軽く入れてですね、してこの上にボラを置こうかなと。で前回買ったやつもね、本当はちょっとこの動画で一緒に説明するといいんですけど、もう外が真っ暗でね、雨も降ってるので、また別のね機会にやろうかなと思いますけど、だんだんねこう季節がいいのでいい感じになってきました。でその時にこう取れてた葉差しですね、葉差しはあんまり得意じゃないんですけど、葉が何枚か取れたんで、置いてたんですね、土に一緒にね。そしたらあっという間にですね発根しました。やっぱあれですね、季節がいいと早いんですかね、それかまあそのピンククリスタルローズが発根しやすい品種なのかも分かりませんけどね。びっくりしました。刺したやつが、外したやつがね確かに全部出た、まあ、全部っつってもね 5,6 枚しか刺してないんですけど、あんまりうまくないからまあ出りゃ儲けもんやなぐらいで置いてたんですけどね。あっという間でした。だからやっぱ何事もあれですね、適宜にやるのが一番いいんですかね。なんかそういうふうにねまたこう思いました。時期が悪いと早くやっててもですよ、ただ時間ばっかりかかって結局、何のためにねこう早くしたかなとかそういったこともありますからね。だからやっぱ何事も適期って大事なのかもしれませんね。はい、ちょっとこれ土を入れるのにもうちょっと時間かかりますんでね、一旦止めますね。はい、土をね、ボラ土を、入れるとこんな感じですね。これに、まあ、ウルトランをね、パーッと巻いときましょう。こんな感じで巻いてて、前回は確か30個、25個やったかな、30個でしたかね、それぐらいだったんやけど、今回16個なんで、このトレイもね、ちょっと前回よりはこう小さいサイズになってますね。16個なんで、4個の4列やな、で16個になるんで、それでねやっていこうかなと思います。こんな感じやな、こんな感じ、根は出てない、ちょっと軽くね軽く、薄皮を剥くぐらいねちょっとこう刺激してやって、これをこういう風にね剥きましょう。こんな感じ。ヒューミリスってこう淡い感じの色合いがね女性とかに人気ですよね。これ外側の枯れ葉はこういうのを取ってね、はい、まだこう開いてない感じ、こういう風
にやっていきましょう。これはちょっとね、少しこう真ん中がこう出てきてるかなと。よし、ね、こんな感じ。3個目。あら、16。まあ読んでいいかな。縦4がきついかな。まあいいか。これちょっとこうね、茎がありますけどね、ちょこっと根が出ちゃうな、少しね。はい、自分はね、赤い多肉が好きやけど、あのヒューミリスの交配とか結構好きですね。でちょっとこう白いだけじゃなくて、なんかピンク色っていうかね、こうほんのりほんのりとこう紅葉するというかですね、なんかそういう感じもあるんですよね。まあ、あの、交配するものにもよりますけどね。それがなかなか良かったりするからですね。まあ、ヒューミリス、これ、今回ね、こう買ってみましたけど、3。横がちょっと余裕があるかな。まあ、いいか。ね。これを取ってしまうか、ね、こんな感じですね。これ少し根が出る、根が出てますけど、こうやって軽く取って取れるような根はですね、もう枯れてますので、こういう根がありますけど、ね、こういうふうにすぐ取れるやつっていうのはもう死んでますんでね、取ってあげていいと思います。最初にね、これあんまり形が良くねえな、いびつでしょ。こういったやつもね、中にあると思います。こういったのちょっと葉差し的に取ってみようか。前回良かったからですね、今回もあわよくば外葉あんまりね出ませんけどね。前回もそれやったけど出ましたもんね。はい、これぐらいちょっとしときましょう。よし、これは無理かな。これは無理かもしれない。こういうふうにやります。これが全部ついて、芽がしっかり出て成長したら、花壇とかに一気に植えても面白いし、ね、なんかのイベントの時にみんなに配ってもいいかなとね、そういうふうに考えてます。なんせ1個100円ですからね、送料入れると、まあ、もうちょっとしますけどね、200円まではいきませんからね、まあ安い買い物かなというふうに思います。今はダメやな。葉差してもダメですね。あ、これいびつような形が。うわ、楕円形。よし、ちょっとこれで刺していきますかね。検品終了。はい、ありましたね、ありましたね。はい、4×4 やな。獅子16、16あって、ちょっとこれね、葉の状態が良くないなと思いながら、前回もそうですけど、こういうふうにこう適当に刺してたんですよね。こういうふうに刺してたら、あ、これダメやな、刺してたらついたからですね、まあ、今回もちょっとまたうまくいけばありがたいからですね。これはダメやな。
持たないか。歯がかなり、うわペナペナやな。ちょっと他も取るかな。ああダメか。2、4、5、6、7個ぐらいでいいか。はい、こんな感じでね、刺しました。はい、1個100円ヒューミリス。はい、こういう形です。またねこちらの方も、ピンククリスタルローズと合わせてね、これからしばらく養生して、こういい姿をねまた皆さんにお見せできればなというふうに考えてます。はい、ということで今日の動画はね、ネットで買った100円ヒューミリス、はい、それのね苗の紹介とこう植え付けの様子、そういったところの、動画でした。このチャンネルをねいいと思っていただけましたらチャンネル登録とかしていただけるとありがたいです。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。